海自所有の、そう、竜型潜水艦11番艦オウリュウですが、機関として、リチウムイオン電池が搭載されました。今回は、リチウムイオン電池採用の経緯について見ていきましょう。そう、竜型潜水艦の10番艦までは、スターリングエンジンを搭載したのですが、11番艦からは、リチウムイオン電池に変えたのです。それと同時には、馬力も8000からダウンしました。その変化が意味するところについても探っていきましょうね。長年使用してきたスターリングエンジン。確かにメリットが多く、名残惜しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、出力の低さがネックになって、リチウムイオン電池に変更されました。そのおかげで、高出力バッテリー搭載も可能になったのです。リチウムイオン電池の進化は、現在驚くほどです。電卓やパソコンの時計にも使われていることはご存知ですね。最近は、エンジンではなく、蓄電池を使用する潜水艦が多くなったイメージですが、エネルギー資源が枯渇しつつあるということ、つまり、地球からエネルギー資源がなくなっていることも、蓄電池使用の高まりに関係があるように思えます。ここ数年来、SGS、持続可能な開発目標という言葉が、巷では多流行です。どちらかというと、言葉だけが一人歩きしている印象でしたが、やっと実践が伴ってきたのかと感じることも多くなりましたね。潜水艦にも、こういった影響が関係しているのではないかと考えてしまいます。さて、海自の双竜型潜水艦ですが、通常動力型潜水艦として、世界トップクラスの性能と定評があります。その、そう、竜型をさらに発展させたのが、タイゲイ型潜水艦です。その一番艦で、ネームシップであるタイゲイが、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所で、無事に進水しました。このタイゲイの喫水船は、そう、竜型より約 2m 深いそうです。排水量も50トン上回るので、海自としては最大の潜水艦ということになります。この潜水艦艦の名前のタイゲイですが、漢字では大クジラと書きます。当然クジラにちなんだ名前ですね。日本人は昔からクジラとは深い関わりがありました。数少ないタンパク質源として、江戸時代などは、漁村を挙げてクジラ入りに取り組んでいた絵図などもあります。クジラは、肉だけでなく、皮や油など、捨てるところがないと言われるほど、日本人は活用していました。昭和40年代の社会の教科書には、南氷洋での捕鯨船のカラー写真などが掲載されていたものです。もちろん、ヨーロッパの人たちもクジラは、得ていましたが、油が目的だったので、油を絞ると、それ以外は廃棄していたといいます。そんな無駄遣いをしていた人たちに、捕鯨は残酷だなんて言われても、と思うのは筆者だけではないと思います。艦は9台。海上自衛隊の潜水艦の命名については、訓令に、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、つけることという規則があります。そう、竜型は、すぐわかりますね。想像上の動物ですが、縁起の良い竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと青竜です。アニメの、新世紀エヴァンゲリオンを思い出した方もいらっしゃるのでは？青い竜というのは、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母と同じです。ということは、大クジラにも前世が？
と思われるでしょう。大クジラも、大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前だったのです。当時の潜水母艦は、攻撃用というよりも、今でいう休憩用の艦で、洋上で、潜水艦への補給や、乗組員の休養などの役目を担っていたそうです。とはいえ、時には、潜水艦隊の機関の役目を任されることもあったとか。この大クジラは、太平洋戦争が始まった時、航空母艦劉邦に改装されました。ところが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は、主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に、崩壊の道へと進むことになります。それまで仮空母のように扱いだった劉邦は、この海戦後、改めて、正規の空母としての扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦することになったのです。その後は、広島の護軍港で、防空砲台として使用されましたが、1945年、昭和20年、日本が敗戦した、1年後の1946年解体され、艦艇としての役目を終えることになったのでした。現在の潜水艦太平洋には、鳳竜や東竜にも搭載されている、リチウムイオン蓄電池が設置されています。それだけではなく、ディーゼルエンジンの充電能力の向上を、目的として、新規に開発された、スノーケル発電システムも搭載されているとのことで、そう、竜型の2冠より、リチウムイオン蓄電池の性能をさらに引き出せる構造になっているそうです。そう、竜型2冠には、従来スターリングエンジンは搭載しませんでした。とはいえ、最初は、スターリングエンジンも下ろさず、そのまま使用する予定だったとか。つまり併用する考えだったらしいです。つまり、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換する検討をしていたというわけですね。しかし、経費の問題がありました。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、確かに経費は高くなりますが、出力は大きくなるという結論が出たのです。長い目で見れば、こっちの方がお得ということでしょうか。実際の経費を見てみます。10番艦までの建設費は、1隻あたり約517億円でしたが、高額なリチウム蓄電池を乗せるので、100億円以上、増額の643億円ほどに跳ね上がってしまったのです。そして、経費が増えたのに馬力は減ったのです。スターリングエンジン搭載の、そう、竜型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、鳳竜や東竜の公表値は5600馬力なので、性能が低下したと感じられるのでしょう。確かに、瞬発的な最大スピードは落ちますが、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるという、優れた点があります。効率を考えても、エネルギーを使用せずに、蓄電池で動かすのは、良いという気がします。中速から高速で長時間潜航ができるようになりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能がはるかに向上したということになるわけです。リチウムイオン蓄電池のメリットをもっと紹介します。エネルギー密度は鉛蓄電池の2倍、密流放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、フル充電までの時間が短い。放電しても、電気容量は大して低下しない。そして、鉛蓄電池で不安視されている、事故が起こった時の水素ガス発生の恐れがないのです。また、太平洋のフォルムは、
部分単柄構造で葉巻型ですが、船体にも浮き架台と呼ばれる構造を取り入れています。この浮き架台は浮き甲板といい、外国でも採用が進んでいるもので、艦内の機械音や乗組員が動く時の振動や衝撃を緩和する働きがあります。その他にも、音の静かなプロペラスクリューや音波吸収材装備などを設置したことで、そう、流型よりも一層静粛性が高くなっているそうです。言うまでもなく、潜水艦の最大の目的は、海中で敵に知られずに行動することです。そのためには、音が一番のネックになります。その音の発生を少なくできるということは、潜水艦としては非常に高スペックということではないでしょうか。そんな隊形には、情報処理システム C4i スターが採用され、光ファイバー技術を使った、今より進化した備品が装備される予定にもなっています。兵装、武器ですが、親潮型や双竜型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどが発射できる 533mm 魚雷発射艦6門を設置しました。この18式魚雷に付属している音響画像センサーは、優れもので、敵魚雷の追跡を欺くデコイ、おとり魚雷を見破る能力を持っています。そして、この能力はそれだけではないのです。魚雷センサーは浅い海域では、海中の音響が複雑になるため、狂いやすいと言われますが、そういう海域でも、確実に標的を捉えて、形を識別、発射すれば、命中率も高いということです。さらに、最適なタイミングで、起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置など最新技術もが注ぎ込まれているので、18式魚雷は、世界トップクラスの魚雷と断言しても、誇張ではないと思われます。さて、話は、変わってところで、お隣韓国の話題です。潜水艦に関して、何やら動きがあるようなのですが、韓国も、日本と同じく、通常型潜水艦のみを保有しています。しかし、このタイプの潜水艦では、日本の潜水艦には到底かなわないと考えたらしく、原子力推進型潜水艦を保有しようという構想が進んでいるらしいのです。原潜は言うまでもなく、原子力で動く潜水艦です。電力や原油などは不要です。原子炉は補給なしで半永久的に動かせる機関ですから、理論上は浮上しなくても、海中に潜んだまま活動できるということになります。それだけではなく、艦の運用に必要な電力も自家発電可能ですから、日常生活に必要な飲用水なども、海水を艦内で淡水化して補給もできると考えられるのです。いいことずくめのような源泉ですが、建造には天文学的数字の費用がかかることは明らかですし、何より退役後の原子炉の処理に苦戦している国が多いことは、世界中に知られている厳しい現実です。そして、源泉の事故という最悪の事態への対応も想定しておく必要があるでしょう。2011年、平成23年、の東日本大震災での福島第一原発事故を経験した日本人としては、源泉に手を出すことは、白氷を踏むようなものという感じがするのですが、それでも韓国は、作りたいのでしょうか。日本も源泉を作ればいいという意見があるようですが、非核三原則という、政治的問題が仮に解決されたとしても、現状を考えると、源泉が必要な戦力ではないという意見があるのです。日本の潜水艦戦略というのは、近海で敵艦隊を待ち伏せし攻撃することですから、潜水艦が求める性能の最重要項目は、静粛性です。これは、
潜水艦として当然の原則です。ところが、前述の通り、一度原子炉を稼働させたら止めることはできないのです。当然音が発生します。機関を止めて海底に張り付いて息を潜めていたとしても音が発生します。つまり、静粛性とは真逆の存在が源泉というわけです。そんな源泉に巨額の国家予算を注ぎ込むより、世界各国が今進めている無人潜水艦開発に回したが、現実的ではないかと見られるのです。無人潜水艦が世界の潮流となりつつある昨今、今更原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどないと思います。日本も世界に倣って無人潜水艦の開発を進めてほしいと思いませんか。